どうもレゴラジでーす。今日もレゴスターウォーズクローンウォーズやっていこうと思います。最初にチャンネル登録、動画への高評価、ポチッと軽い気持ちでよろしくお願いいたします。ということでドゥークルートチャプター4やっていこうと思います。ディフェンダーズオブピースとなっておりますね。平和を守れということでしょうか。まあよくわかりませんけどね。ということでタイトル始まりましたね。カウントドゥーク、カウントっていうのは数を数えるという意味もありますけど、伯爵という意味もあるみたいですね。まあよくわかりませんけどね。イギリス英語だったかな、なんかよくわかんないです。調べたけど、まあでも伯爵という文字は出てきましたね。知ってる方、知らない方、ググってください。ディフェンダーズオブピース、thanks to the daring intervention of Anakin and Ahsoka。 あ、アナキンとアソーカの戦いですね。今回はいいですね、いいですね。しかし、なんとかなんとかなんとかかんとかで、ジェダイのセパレイティスフォース、なんとかって書いてありましたね。よくわかりませんね。まあ、かっこいいですね。相変わらずこれね。あ、R2、やっと仲間になるかな、これで。R2 がですね、実はまだ仲間になっていなくてですね、R2 がいると進めるところが結構ありまして、まあ、R2 をゲットしてから、本当のミニキット集めが始まるといった感じになってるのかな。ゴールドブロックとかも全然集まっていないので、まあ、R2 と C3PO、あとはジェダイじゃなくて、シスですね。赤いモヤモヤはシスがいないと進めないみたいなので、まあ、R2、C3PO、あとは、シスの誰か仲間にしないといけないということですね。まあ、ドゥークあたり、これが終わったら仲間になるのかな。あ、でも、アサージ・ベントレスのルートクリアしても、アサージは仲間にならなかったので、どうなんでしょう。かっこいいね、これ。今んとこサムネかな。R2 ね。ということで、ドゥークのチャプター4が始まります。これは誰だっけ？これはなんだ、墜落してしまったぞ、いきなり。これ誰だっけ？種族でしょうね。あれはジェダイなの？これ、この子。アイラ・セキュラだっけ？なんかそんな、またクローンを使う感じなのか？これは。このスコープかっこいいよね。卵だ。あ、なんとなく覚えてるぞ。なんか変な竜みたいなのが出てくるんだっけ、あれ。これはコーディーなのか？わからないけどね。とりあえずスタートしたのでやっていきましょう。ジェダイがいないですね。この子で引っ張れるんですね。あと引っ張れる人が仲間にいるのかな？アソーカは引っ張れない。これやっぱアイラセキュラですね。これも引っ張れないですね。どうしたらいいんでしょう？引っ張れないですね。もう一人仲間がいないと引っ張れないような気がしますけどね。とりあえずここで何か。いましたね、ここに。これコーディかな？コマンダーブライって書いてありますね。コーディじゃなかったですね。で、これは、ジェダイで組み立てるかな？はいはい。スピーダーかな？スピーダーができましたよと。なんだこれ？何？これはなんだ？一応フォースで回してますけど、治ったか？余計ぶっ壊れた気も。何？なんだこれは。何をやってるんでしょう、これは一体。何かが出来上がりましたよ。でもこっちはぶっ壊れちゃいましたね。これは乗れるんでしょうか？乗れそうですね。乗ってみましょう。乗っていこう。なんだ。はい。陣地ですね。ここのスタッドを集めていきましょうね。多分これを取らないと、あとはここになんかあるね。これね。これ。これは多分ですけど、ミニキットかな？だね。10分の1となってますね。ここで何を作るんでしょうか。これしか作れない。AV7 キャノンが作れます。5000スタッド消費です。そしてこれに乗って、これをぶっ壊すと。まあ、そうだね。ちょっと待ってください。視点が定まらないですね。一回一回、この切り替えて撃たないと。そして、あいつが来てますね、あいつが。撃てんのか？壊せるのか？壊せましたね。これはどうしたらいいんだろう。先に進んだ方がいいのかな。あともう一体出てくると嬉しいんですが、出てきてはいないので、これは進むべきなのか？これは何なんだ？でもなんか敵がいっぱい来てますね。もう嫌な感じですね。なんか他にも作れないかな。
クローン部隊を作りたいんですけどね。ってことはあれか、このブライなのかな、名前わかりませんけどね。くれないですね。じゃあ行くしかないね。じゃあここアナキンで行きましょう。あ、ごめん、これスピード乗るか、乗っていこう。結構ね、あのエリアが広いん でこの辺は多分壊していった方がいいのかな。まあこれもね、後でもいいでしょう。これは誰で行くの？これは。バウンティーハンターですね。うん。そっか、ボバフェットも仲間になってないもんね、まだね。ボバフェットを仲間したいっすよね。これをぶっ壊して、これをぶっ壊して、ね、ドロイドを封鎖しましょうと。これもっと早く壊せる方法ないのかな？さっきの砲台で壊せたのかな？どうなんでしょうね。ライトセーバー、すげえ時間かかるんだよな。OK。オッケー、壊しましたよっと。で、ここで何を作るんだ？お、これなんかな、あ、ATRT よというの。ATRT ってちっこいやつか？それを、お、なんだ？遊んでる。遊んじゃってますけど。おい、そう、呼んでる呼んでる。お、あ、こういうシステムだったのね、これまでね。あー、これで、その ATRT を呼んでくれると。ATRT って何？これか。やっぱこれなんだ。これに乗って行きましょうよいと。次のエリアへ。こっちかな？近いとこから行きましょうね。怖いんだよ。怖い怖い怖い。やっぱちょっと強いのかな？この普通に撃つミサイルしかないですね。こいつもね、結構ね、厄介なんだよね。結構強いんだよ、攻撃が。ここのバトルドロイド発生装置も破壊しておかないと。OK。そして、あとはこれを壊せば、ここも味方になるということですね。OK ですね。そして、ここも普通に壊せそう。あ、これはダメですね。銀ですね。銀色は、なんかもうちょっと強いやつじゃないと壊せないので。OK。銀色はダメージないですね。ってことは、ここで、また砲台を作って、あれどこだっけ？ここか。ここで砲台を作ってですね。これでいいや。これに乗って、そして、これを、どこだ？この、これか。これを撃ちまくると。全然違うところに当たってるんですけど。待ってくださいね。そこじゃないんだよな。うん、ここ、そう。ですね、いつもですね、違うところに発射するんですよね、この機械。まあいいか。当たってんのか、これ。当たってない気がするな。違うとこに飛んでくんだよな、いつもミサイルは。まあいいや、まあいいや、いいや。あ、レーダーみたいな、あの風のやつもぶっ壊せたんでね。あとはこれを壊したいんだよな。あ、順番があるんでしょう。順番が。なるほどね。なるほどね。なるほどね。ったら、なるほどね。こっちまで届くでしょうか、ミサイル。いければいいんですが、ちょっといけなそうかな。したら、もう一丁前行きましょうか。どこ行った？アナキンいた。ほんで、ここの陣地を奪ったのか？ここ、OK ですね。で、これでどうしたらいいんだ？あの砲台は普通の砲台だから。あれか、別に。ちょっと待って、はまった。いけないってことか、こっちには。ちょっと待って。強いんだよ。OK。こいつはもうパーとやっつけちゃって、ここは、ライトセーバーで。まあ、さっきのあれか、ATRE とかいうのでも。ATRE だっけ？あのウォーカー、ちっこいやつね。うん、初めて聞いたな、RE っていうウォーカー。俺が知らないだけか。うん。OK。はい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 。撃ってくれ、そこのブライさん。いや、この黄色いからコーディーかと思ったら、ちょっと黄色の色も違うのかな。OK。はい。で、この扇風機発生装置、扇風機じゃない、このバリア発生装置も壊せるかな？壊せるね。すごいな。これで、ここを壊して、こうなんか作った方がいいのかな？クローン部隊ちょっと出動させようかな。かっこいいからね。何の役に立つかわかんないですけど。あー、なんか、ちょっと待って、なんか B ボタンが、あー、そういうことね。ここは陣地になった？それ。それ乗りたい。これ乗りたいです。こっちにも赤丸がある。こうなんだ。あ、やっぱこれ強いわ。あー、強い。あ、ここも丸になりました。あと、ここは別に特に何もなさそうだね。普通にじゃあ一応壊しとくか。一応ね。OK。ドロイド発生装置だからね。ドロイドなんか背負ってんな、あれ。バックパックじゃない。なんだろうね、あれね。これはなんだ？これはただのレーダーか。OK。
で、これで、ここを封鎖したから、ここはいつものあれですね。このバリアを解除して、この B ボタンでバリアを解除します。そしたら中に攻撃ができるようになります。ウォーカーで行こう、ウォーカー。ちょっとウォーカー、乗られて。え、ウォーカーやっぱ強いんで、これで攻撃していく。まあ、このやり方が、早いですね、やっぱね。はいはいはい。で、扇風機をぶっ壊すと。なんて書いてあるんだ？なんとかシールド。下に向いて撃っちゃうんだ。動きながらじゃないと。オッケー？オッケーか？これで？ん？これでオッケーじゃないね。まだ自分のエリアになってないですね、これ。何かするんでしょうか、これで。違うな。ここがまず自分のエリアになってないんだよな。これも壊せってことか。壊せんのか？うん、あ、壊せるね。これも壊しましょうと。完全にこのエリアは私たちのエリアになりますよということですね。オッケー。これでオッケー。で、ちょっと、ウォーカー乗っていきたいね。ちょっと距離がありますからね。よし。で、どこに行けんの？これか？これがなんか邪魔してたよな。あ、なんかすげえミサイルが積んでんだ。怖いですね。これを壊して、俺たちの勝ちかな？勝ちか？これはヌートガン霊の色違いですかね。うん。そうだね。うん、多分ね。おーおーおーおお。勝った勝った。やったやった。おー、なかなか良かったんじゃないですか。今回のもまだまだね、2、3周して、全部コンプリートしていきたいですね。あ、チャプターいくつでしたっけ？1、2、3、4かな？クリアーです。いや、素晴らしいですね。誰が仲間になります？ワグトー。おい、ちょっと待って。そうだ、R2 出てきただけで、戦いには参加しませんでしたね、R2。まだ R2 はゲットできないんでしょうか。それともどっかのこのスタッドを使って買うのかな？あ、そういえばスタート地点のチャプターを選ぶ場面、あれ船になってるんだよね。あの中も冒険できるみたいなんだけどね。全然行ってないな。まあ、今度そのうち行ってみますね。うん。ということで、チャプター4クリアです。さあ、これで終わりかな？続きのムービーはあるのでしょうか？ありましたね。あ、ヌートガンレー色違い。捕まえたのか？お？これはルークですね。あ、こいつなんだっけ？わかんないですね。うん。これは何でしょう？次に続くお話でしょうね、これはね。うん。どっか行きましたね。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。次回、チャプター5です。おつらじ。